ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデスベンツ G550、 こちらをご紹介させていただきます。土方さん、意外や意外、初現行 G クラス紹介ということで。本当そうなんですか？だよね。あれみんな自信がないですけど、自信ないよね。なんかうちでどっかしらで撮ってそうな気がしてたんですけど、動画もカスタム紹介とか、なんかこう入庫してますみたいなので、登場する確率は多分一番、登場回数は一番もう上じゃないかっていうぐらい見かける車なんですけど、商品車としてご紹介させていただくのはおそらく初めてだったと思います。そうですか。はい。そして今回さらに珍しい550ってことで。そうなんですよ。なんか市場に流通している車の8割だか9割ぐらいがもう350と G63 でなってるんですよね。はい、意外に少ない、そんな車をちょっと今回ご紹介させていただきます。はい、でまずじゃあ前回りからいきましょう。はい、行きましょう。はい、で今回550ってことなんで、基本的には350と外観に関しては一緒。はい、そうです。そして今回プチカスタムがされてます。はい、フロント周りグリルなんかもこれ塗ってあるんですかね。そうです。ブラックアウトされてますね。一通りこのエンブレムなんかもそうですしっかり塗ってある。そうです。はい。そしてバンパーなんかは63やっぱり見る機会の方が多いんであれなんですけど、そうですね。こうちょっと化粧の違うバンパーが装着されてて、そうです。なんかちょっと車高が高い感じもしますよね。車高時間高いかもしれないですね。63低かったのかな。あとはこうバンパーの厚みがあるじゃないですか。そうですね。だから余計こうオフっぽく見えるというか。確かにそうですね。そんな印象ありますよね。あと先代と違うのは、いわゆるキノコミラーがないんで、そうです。前回りが割とスタイリッシュ、スッキリしてますね。なってますよね。はい。そして横に回っていくと光学ホイールが装着されてございます。ロティフォームの23インチですね。23ですね。純正が19でしたっけ？純正が20でしたかね。あ、純正20でしたっけ？ AMG ラインで。あ、AMG ラインになると20になる。確か。標準19でしたっけ？350が18でしたっけ？そうでしたっけ？はい。僕の予習が合ってればです。はい。はい。それが一気にインチアップして23インチ。23インチですね。いいですね。なんかすっきりしてて。うん。デザイン自体も。すっきりした明るいシルバーで、色なんかこうずっと最近こうグレーだったりマット系だったり、あとマットブラック黒系だったりっていうのが多かったので、最近東京店ショップがカスタマイズする車も明るみのシルバーすごく増えてきてますね。ちょっとこの金属の質感を生かしたブラッシュドの、ちょっと足元も爽やかですよね。そうですね。はい、そんなに重い感じはしないですね。大きいホイールですけど。そして今回の車は標準の AMG ラインじゃないんですよね。AMG ラインです。あ、AMG ライン。そう。じゃあこれ63と同じ線出すか。AMG ラインなので車幅もワイドボディになります。失礼いたしました。で通常の AMG ラインじゃないボディだと確か片側ちょっとだけ線出してるんですよね。そうですよね。確かナローフェンダーなんですよ。そうなんですよ。はい。最近ですね、普通の型の感覚だと、フェンダーって2種類じゃないですか。MG ラインかナローか、いろいろなボンドを回ってると3種類になるんです。どういうことですか？ナローか MG ラインかワイドスターか中南のワイドボディ。確かに多いですね。カメラマンと行くと、あれこれどのフェンダーですか。ワイドスターだとエアロもついてるの分かるんですけど、標準のやつだとこれ大きいやつかな、ちっちゃいやつかなっていう。これ大きいやつなんですね。これ大きい方です。なるほど。はい。その辺だ。そして550だとこれも違うんですよね。これも違います。これもシルバーの。そうです。モールになると。先代のゲレンデもそうでしたね。G63 とそれ以外のモデルって確かモールのこの色が違ったと思う。63になるとこう黒かったですよね。そうです。そして今回550なんで V8 のエンブレムもついてて。はい。こんな感じでございます。そして、このモールが全部つながってって、マフラーがいいの入ってるじゃないですか。いいの入ってますよ。すみません、プチカスタムじゃなかったです。結構カスタムしてありますね。結構そうですね、プチではないですね。ヘビーってことはないですけど、金額的にはそこそこいってしまう。いきますよね。はい。両側出しの2本ずつ、カプリストのマフラーが装着されている。でこれバルブの開け閉めもリモコンでもちろんできるようになってると。はい。なるほど。で特に他はなんか乗ったりとかっていうのは、はい、今回なく本当にすっきり、旅行はないですね。すっきりですね。はい、結構この辺ラッピングして消したりとか、うん、取って塗ったりとかっていうのをよくやりますけど、はい、今回の車は本当にシンプルにそうですね仕立ててある、はい、そんな車、うん、そういった意味ではこう本当シンプルというか少ない手数ですね。うまくまとまってますよね。まとまってると思います。はい、そして後ろも同様にロティフォームの23インチが装着されてます。はい、ロティフォームすごいですよね。でもこう考えると、うん、こういう四駆の車からスーパーカーから、うんね、いわゆる若い子が乗るこう、はい、車高ベタベタの車から、はい、もう一通りどこでも行けちゃうじゃないですか。まんべんなくですよね。うん、本当にすごいなって感じします。そして後ろに回っていくとこれ後ろもちょっといろいろやってありますね。ブラックアウトが黒くなってたりとかそうです、はい、しております。はい、はい、で後ろの衣装に関しては、うん、350とそうです。一緒ですよね。はい、一緒です。はい、もっと黒を強調するんであれば、まあ、エンブレムをやるとか、まあ、いつものパターンでベンツバンクもやるとか。前は黒く塗ったね。これ後ろは塗らないんです。塗ってないですね。はい、これは好みでしょうね。あ、なるほど。オーナー様の前のオーナー様の好みだと思います。なるほど。やっぱりその全部を消すかどうかっていうと微妙で、ボンネットの上にもフードバッジがついてるじゃないですか。なるほど。だから全部を消すんだったらそこも何でしたっけ、スモークペイントにしたりとかっていうふうにしていった方がいいし、エンブレムも塗る。でそうするとホイールの色はバランスどうなのってなっちゃうと思います。なるほど。うん、じゃその辺のさじ加減で今回はこの辺が、ね、残してある。はい、まあメリハリをつけてるといえばいいんですかね。はい、これもラッピングしてありますよね。それラッピングしてあります。前後ともですよね。はい、はい、ここラッピングです。なるほど。本来は半艶のシルバーかなんか。そうです、シルバー。なるほど。こんなところもカスタマイズされていると。はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、じゃあいいですか。どうぞ。音がいいですよね。音いいですね。はい、先代の音のままですよね。本当ですよね。なんかそここだわって作ってますよね。多分そうだと思いますね。これパシャっていう音、はい、ほとんど一緒ですよね。そしても 120% イージークローズなんかついてないし、今後もつかないだろうっていう、この機構が大体一緒ですよね。一緒です。この機構自体であれでしょ、なんていうの、ドア開け閉め、タッチで開け閉めとかっていうのが難しいとか。あ、そういうことなんですか。それを優先した結果そうなってるんですかね。みたいですよ。ただ賛否両論分かれるかもしれないですけど、僕は刺さない、エンジンかけるとき刺さないじゃないですか。だったらタッチで開けてもいいんじゃないって思う。僕だけですかね、そう思う。で違うんですよ。こう例えばタッチでカシャンって開いて、あとはこれでもいいんですよ別に。ここ押さなくちゃいけないっていうのがちょっと今時じゃないですなんて。メルセデスで唯一じゃないですか現行。だと思います。ですよね。そう。ちょっとその辺アナログな感じが残ってる。ちょっとそれが心配です。そして中行く前にこのバッジとかいいですよね。あ、いいですね。ちょっと可愛い感じの、うん、そしてこの光るタイプのスタッフプレートもしっかりついてて、はい、なんとなくこう開けた時のこう華やかさが先代とは全く違いますよね。あ、そうですね。なんかね雰囲気がすごく良くてちょっとポップな感じしますよね。あ、そうですね。はい。そしてじゃあドアから見ていきましょうか。はい、ドアはこのツートンの真ん中、ここが赤いレザーになってて、はい、これピアノブラックですか。これはねピアノブラックに近いちょっとグラスブラックのパネルになってて、はい、でブルメスターが550だと標準なんですよね。標準ですね。なるほど。350だとオプションなんですよね。オプションです。1回ついてると、あ、下もしっかり。なるほど。そして内装に行くとシートもいい感じじゃないですか。ツートンでいい感じですよね。はい。レザーの質感もかなりいい感じです。形自体はそんなに大きく変わらないですよね、63とかと。そうですね、変わらないです。ちょっとデザインがこうダイヤモンドステッチになってたりとか、そうですね、レザーの質感が違ったりしますけど、はい、この全体的なちょっとホールド割と高めなシートは一緒な感じがします、うん、質感もいい。赤いステッチでかっこいいですね。そうですよね、はい、ところどころダッシュボードなんかも赤いステッチが多用されてて、うん、かっこいいです。そしてこのエアコンの吹き出しのここもいいですね、うん、なんか金属の質感出してて、うん、はい、ちょっとじゃあ乗ってみたいと思います。はい。はい、よいしょ。あ、いい感じです。そして調整はもうスタンダードな、はい、座面の前後とか、はい、リクライニングとかヘッドレストとか、うん、はい、割と細かく。そしてシートヒーターもついてる感じですね。うん、はい、そうです。なるほど。そしてゲレンデといえばパワーウィンドウここですよやっぱり。はい、はい。いいですよねこれ。うん、使いやすいですかね。そうですね、僕は使いやすいと思います。あ、そうですか。はい、なんかこう分かりやすくないですか。なんかこの辺で探すより分かりやすいです。なんかもう道具として、そしてステアリングはこんな感じです、ちょっとここはパンチングになってて、これ変えてないですよね。はい、はい、標準でここパンチングなんですね。そうですね、はい、なんかレザーの質感も、はい、スポーツカーのステアリングですよね。そうっすよねなんか SUV 特にゲレンデのステアリングって改めて見るとちょっとスポーティーですね。そうですね、はい、そしてこの辺なんかもちょっとシルバーで、はい、でパドルもちょっと小ぶりですけどついてまして、まあこの辺の操作関係は他のメルセデスそうですね、もうステアリング周り、はい、同じ印象です。そしてナビメーターがつながって大きい、でかいですね。ちょっとオンにしてみましょうか。はい、はい、ああいいですね、いいですね。この辺のアンビエントなんかもしっかり効いてて、これも色いろいろ変えられたりとか、明るさ調整なんかもできるんですよね。そしてナビはこの大きいナビですよ。使い勝手もバッチリでございます。バッチリですね。でも新しい次世代というか現代的なメルセデスなんで、この辺のメニューとか設定の画面とかっていうのも全部ステアリングでできるので、ああなるほど、慣れてしまうとすごく楽ですね。なるほど。これちょっとこう慣れるのにちょっとそう、はい、動いたり動かなかったり、こういうこういう動かし方なんですよ。そうですね、はい、物理キーじゃなくこうなんか、はいはい、携帯のスマートフォンの操作みたいな、そうですっていう操作のがついてると、そしてメーターも見やすいでございます、はい、うん、これいろいろ変えられるんですよね。変えられます、はい、ナビなんかにすればしっかり、そう、はい、こっちか。あとスタイルでこれ変えられるんですよね。そうですね、はい、こっちか、これとこれです、はい、いいですよねこの、もう本当に最近のこの液晶のメーターの進化ってすごいですよね。いやすごいですよね、はい、だってこれってもう極端な話、中身のそのデータ次第だから、今後変えられる可能性もゼロじゃないですか。そうですね、はい、アップデートでなんか違うのが入るとか、はい、いやすごいです、そしてこうフル液晶になってもなんかこうレイアウトというかはやっぱり変わらないんですね。変わらないですね。こうスピードとタコと真ん中にこうで、データでこう情報と、はい、そうですね、はい、こんなメーターになってます。安心な感じがします、はい、ちなみに皆さんご承知かと思います、これがこれですね。これだとちょっと特徴的というか、メルセデス・ベンツらしくないというか、新しいですよね。今までにない感じ。今までにない感じです。これはスポーティーとクラシックに関しては今までのメルセデスのイメージなんで、ちょっと安心な感じがします。でもこのメーターと、今ちょっとこれ画面越しに見て思ったんですけど、このメーターとこのステアリングだともう車種なんだか分かんないですね。絶対分かんないですよ。 G クラスっぽくないですね。新しい、なんかスポーツカーですよ。新しいですね。基本的にこう乗らせていただくのはお客様の車が多いんで、あんまりこの辺じっくり回したりする機会ないですけど、そうですね、いいですね。はい、確かにこんなメーターになってる。そしてこの辺はもう変わらないじゃないですか。変わらないですね、デフの操作。はい、しかもボタンのこのレイアウトというか場所も、このデザインも全く一緒っていう。はい、まあ本気でもう本当にオフロード走れる車ですからね。そうですね。最近こうスポーツ SUV とか、ちょっとまあなんちゃってって言ったらあれですけど、FF のそのあんまりオフロード性能高くない SUV なんかも増えてきましたけど、はい、ゲレンデはやっぱりここは外せないし変わらない。変わらないですね。でこの辺も、まあこの辺他のモデルとも共通ですし、共通です、非常に使いやすい。はい。エアコン周りと、そうです。そうですよね。全く一緒です。全く一緒です。そしてこの辺が。ナビ関係の物理キーがついてて、ドリンクホルダーと、あれここって鍵が刺さるんですか。そう、鍵入れとくとこですね。スポット、スポット、はい、あ、なるほど、しっかりその名もついてると。でこれあれこれ違う USB とか電源系は、はい、こっちです。こっちなんですね。そうなんですよ。なるほど。 USB が2系統と SD カードが刺さると。そうです。でこれはシガーソケットです。あ、なるほど、そこにシガーがついてる。そうですね。はい。こんな感じでしょうか。はい。まあこの辺は変わらず。これは変わらずなんですけど、はい、今までってこういう小差し系取説系入らなかったじゃないですか、はい、今回入りました。あ、なるほど、はい、ちょっとじゃあ広くなってるんですか、はい、多分皆様がこれはないでしょうってずっと言ってたのがメーカーに届いたのかなと思います。それともう一つ、乗ってると分かるんですけど、メルセデス・ベンツって必ずここに ETC ついてるんですよ、はい、でこれ入れるときに ETC 避けるんですよ、この大きさだと。あ、何が言いたいのかっていうと、今までってこういうものを入れるとこういう大きさになっちゃって、挙句の果てに押したときに ETC のエジェクトボタンを押したんですよ。あ、飛び出てますもんね。そう、それを気がつかないで ETC ゲート通れませんみたいな、ビビビビビってなっちゃうのが結構ベンツあるあるだったので、これはこのブック類のサイズも考えられてるんですか？おそらくそうだと思います。確かに普通のやつよりちょっと細長というかですよね。そうなんですよ。今までのものに比べれば、今までってこの大きさは必ずあったんですよ。はいはい、そうですよね。はい。で今回のトリセツはこの大きさになってます。そうなんですね。でトリセツは必ず見れるところに置いときたいじゃないですか。はい、なので多分これはこのまま入れて、ここから上から入れればと考えたんでしょうね。なるほど。そうすると ETC しっかり避けて何も問題ないと。なるほど。地味なところなんですけど、はい、ちょっとそういうの嬉しいです、ね。嬉しいです。はい、でこの辺も変わらないですね。変わらないですね。この辺もね。ちょっと宣伝して、よければここに小物入れにする機器なんかもありますので、ありますあります。そういったものもおすすめでございます。でも小物入れ少ないからつけるべきだと思いますよ。その程度は。ちょっとなんかこう置いたりとか。はい。確かに収納関係はそうなんですよ。ここでしょ。でドアポケットも正直現代的な車からすると大きいとは言えないんですよ。確かに。先代からするとだいぶ良くなりましたね。いや全然良くなってるんですよ。先代は本当小さかったので全てが。それは良くなってますけど、なんとなくどうしてもゲレンデいまいちちょっと不満は小物入れがない、少ないということですかね。うん、そして天井に行くとしっかりアルカンですよね。アルカンです。はい。アルカンターラーで。一瞬このケバケバのファブリックかと思ったら、はい、しっかりアルカンターラーで。でバイザーはこれビニールなんですね。うん、はい。そしてサンルーフが。550だとついてるという。はい。はい。350だとオプションですよね。オプションです。ついてます。うん、そしてこの辺のルームランプのところにブルーメスターの、はいはい、スピーカーもしっかりついてて。うん、あ、ミラーもやっぱり枠のないフレームレスになったんですよね。はい、いいですね。いいですよ。でガラスはあれですかね。先代同様平面に近いのかな。ほぼほぼ平面かな。ああ、そういうことですね。はい。もともと前方のゲレンデってNATO軍の軍用車じゃないですか、はい、NATO軍用に作ってそれを民生にしてるので軍用のカラーが強いんですけど、どっかの例えばこう戦地に行くとか、とんでもない荒れ地に行くとか、それで万が一ガラスが割れた時に簡単に交換できるようにって言って湾曲してないんですよね。あ、そういうことなんですか。そうなんですよ。だから全てが、メンテナンス性っていうんですかのために、軍用車なので何かあっても走り続けなくちゃいけないじゃないですか。あ、そういうことなんですか。そういうことで全てこの先代ですけど形に出来上がった。だからウインカーなんかもあそこについてるのもちゃんと理由があったりとか、はい、だからエアダクトの空気の吸い込みもなるべく上だったりとかっていうのを多少の川というんですかね、水のところ地帯とかも行けるようにっていうので。いろいろ考えられてるんです。だから荷室も真四角。はい。すべてのこう機材だったり重火器類ですかとかを積みやすいようにっていうことらしいです。はい。確かにフロントガラスそう言われるとそうですね。はい。ほぼほぼ平らだと交換も早いし。そうなんですよ。しかもその交換のためにこう運搬も場所取らないで。そう、その通りなんですよ。だからこういわゆるこのジープタイプの車ってみんな平らなんですね。平らなんですよ。そしてちゃんとそれを継承しているという。そうですね。ほぼほぼフラットですよね。そしてそのおかげか、もうめちゃくちゃこの視認性いいですよね。いいですね。ガラスとしてはすごいちっちゃいんですけどね。起き上がってるんでフラットですごい視認性がいいです。あとこの R がついてるガラスって僕もミニのメカの時言われたんですけど、その個体差というかものによってはちょっとその歪みが気になってそう言われたんですよ。僕全然気がつかなかったんですけど、お客様からその。なんかこの辺が歪んで見えるのが気になるって言われて、そうですかなんて言って乗ったら確かにこう景色がこう微妙にそこだけ歪んでて、それはなんかクレームで結局交換になったらしいんですけど、気になると気持ち悪いですね。そうなんですよ、あるんですよね。確かにそれは ほぼ発生しないですね、真っ平らなんで。そんな秘密があったんですね。そうですね。なるほど。はい。こんな感じでしょうか、フロントは。はい。ちょっとじゃあ後ろも乗ってみたいと思います。はい。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。ちょっと土方さん、改めて思ったんですけど、車高結構純正高いですね。高いですね。これちょっと女性の方とか、はい、お子様とかは、ぜひとも電動ステップ、はい、お取り付きいただいた方が。なんだかんだ言って結局宣伝をするっていう。はい。確かにちょっともう。男のか男性の方だったら全然問題ないと思うんですけど、そうですね、ちょっとこの1段目が少し高いかなっていう気がします。お子さんはちょっと辛いかもしれないですね。そうですね、うん、そしてゲレンデって、まあ、ここまでしかドアが開かないんで、まあ、ブラバスで89度まで開く、あれ89度なんですね。89度、はい、90度じゃなく89度です、はい、開くキットもありますんで、そうすると、はい、まあ、ちょっとアクセスもで。ちなみにこれ何度なんですか？これは分かりません、はい、70度ぐらいですかね。そうですね、はい、はい、そんな感じです、はい。そしてリアもしっかりブルーメスターのスピーカーが、はい、でシートヒーターもついてるんですよね。はい、うん、先代後半からついてたんでしたっけ？先代はずっとついてますね。あれずっとついてるんでしたっけ？はい、じゃあその辺も継承しつつ、しっかりシートヒーターもついてる。ただ先代の場合はスイッチが分かりづらかったんですよ、リアは。ここですよね。そう、ピラー側についてたので、はい、これだともう本当に前と一緒なんで、うん、もう分かりやすい、使いやすいですね。ちょっと後ろ乗ってみたいと思います。はい。よいしょ。ちょっと商品車なんでステップ乗らないですけど。じゃあ大丈夫。いや、もうこの後ろの、はい、なんですか、ベンチ感。はい。椅子もこのクッションも固めで、はい、はい。まあ若干こうリクライニングはしてますけど、うん、はい。なんかでもおそらくですけど。現代的な車に振りたかったんでしょう、多分。なんで快適性重視でお尻ヒップポイント下げてるんですよね。太ももが膝がちょっと上がる感じの。確かにこうなってますね、少し。そんなイメージですが、ゆえにいいか悪いか別として後席に座った方のアイポイントが下がってるんですよ。だからこれよくツッチーと喋ってる時に、アイポイント高くて前がよく見えるってよく言うじゃないですか。それに前のゲレンデとかに比べるとアイポイントが下がった分だけ前が見づらいです。確かにそうですね、はい、なんで僕はちょっとこうじゃなくてこうなってますもんね。そうです、そうです。僕は正直ここはあまりこう好感持てないです。前はほとんどもう全部シートになっちゃってて、そう見えないという。そうですね。見るんだったら本当にこうしないとダメってことですか？なんかそんな感じです。なるほど、はい、斜め前かこうするかみたいになっちゃいますね。けどナビ画面はやっぱりしっかり見えますね。いや、ちゃんと見えますね。本当にちょっと視点を変えるだけで、逆にここのあれですかね、真ん中の視界は確保してるからいいだろうっていう考えかもしれないですし、そして広く感じますね。やっぱりこう B ピラーもほとんど垂直だし、そう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 、ここが本当に広く取れてるんで、すごく空間が広く感じます。確かにちょっとリアシートはこれ本当になんていうんですか、こういうサポート系の出っ張りがほとんどないじゃないですか。ないですね。だから広くは感じるんですけど、はい、ちょっとどうなんでしょう、こうくつろげるというか、うん、体を任せられる感じというよりかは、うん、いや、僕シート自体は僕いいと思いますよ。本当ですか？うん。で、多分飛ばす車前提じゃないじゃないですか。あ、確かにそうですね。そうで、乗っていただいた方はこう分かると思うんですけど、車の挙動が現代的な SUV に近くなってるので、多分そんなにこう揺れたりこう振られたりしないじゃないですか。だから逆にこれぐらいでもリラックスできていいんじゃないですか。確かに。はい。あとはここ、あ、そうです。真ん中のセンター出してもらってみたいな。ああ、なるほど。はい。これアンブレッドですかね。でもまあちょっと土に言われてすげえ気になりだしちゃった今。何をですか。言われてみると確かにホールドしてくんねえな。もうちょっとホールド感僕欲しいなと思ったんですけど。最近の車ってみんなリアシートもちゃんとホールド感強いからね。この辺が結構出っ張りと。あ、でも背もたれは割と出てるんですね。なるほど。はい。いや、でも全然この広さはいい感じです。あとは多少こうリクライニングで、あれリクライニングこれで。あ、調整はできますと。これか。感じですね。なるほど。これじゃもうちょっときついですけど。いいじゃないですか、これ逆になんか。逆に軍用車感を楽しめますよ。直角シート。いい感じです。そして装備としてはエアコンが一応、はい、操作が、はい、後ろでできますね。まあ個別ではないですけれども、はい、個別じゃないですね、はい、操作ができると、はい、そして、うん、灰皿とシガーと、うん、あ、ここに USB もついてるんですか。ついてるんですよ。まあ普通の、はい、タイプ C とかじゃないですけど、標準のそうですね、今まで A でしたっけ。はい、そうです。スタンダードなものですけど、ちゃんとついてる、ついております。はい、なんかこれ僕大好きです。これいいですよね、このデザイン。デザインね、新しいです。なんかよくいいですね。操作感も好きなんですよね。いいですね。はい。リアルになってる。はい。ああ、一応小物入れもついてる。そうです。こういうのなんですね。そうなんですよ。それで皆さん結構まああんまりここ入れないと思うんですけど、意外とさっきのトリセツあったじゃないですか。トリセツグローブボックスに荷物入れたいからトリセツここ入れとくと、例えば1年2年経ってふと気がつくと。そう、ゴムがだるだるになってて、だらしないことになっちゃってて、え、どうしたんだろうな。あるあるですよね。確かにそれはベンツあるあるです。はい、その辺は注意しましょう。ちょっとここ小物入るけどあんまり入れたくないです。そう、正直入れたくないです。できればこのまま。はい。でこれ直すとなると結構手間と、あ、確かにこれ効果になっちゃう。そうなんですよ。だから面倒くさいんで、その辺は要注意ですね。いや、後ろはいい感じですね。本当にこのシート下も結構広いよね、ここね。こんな感じで、いい感じです。はい。じゃあリアも見てみたいと思います。はい。うわっと。いやー、いい感じです。リアやっぱり開口部が大きい。大きい。そして先代よりちょっとここが高くなっちゃったんですよね。そうなんですよ。そこがね、ちょっと高さが出ちゃってて。これってあれですよね。先代ってこうタイヤハウスがこう。影響してたんですけど、はい、現行ってなんか多分別のユニットとかそういう関係ですよね、うん、タイヤの外から見ると分かるんですけど、うん、位置関係が、うん、なんでゴルフがちょっと、はい、バックがこう斜めになったり、うん、立てかけたりとか、そうなんですよ。でそれを解消するべく、はいはい、フラットに近くするキットが出てるんで。お待たせね、はい、そうですね。でもすごく便利だと思います、あった方が。まあ他は本当に収納したとかないですからね。そうですね。個別にができないんですよね。でレールとかもついてるわけじゃないんで、はい、まあやるとすればそのネットしたりとかですか。そう、それだけですね。だから本当に大きなものをそのまま積むんであればいいんですけど、なんかこう小分けでとかってなってくるとちょっと工夫が。そうなんですよ。ただやっぱりファンが多い車なんで、そういったいろんなアイテムとか出てますので、はい、非常にお勧めでございます。で標準としてはそっち側にネットと、これなんですか。これね、ちょっといいですか。これね。あ、仕切りがあるんですか。はい、初めて聞きました。仕切りってここ。あ、なるほどなるほど。昔風によく昔カーゴネットっていうかアニマルネットなんてよく言ってましたね。まあ動物をワンちゃんとか入れてもここでを仕切るやつです。そう、仕切るやつ。なるほど。あとはどうだっけ、あっちか、前とか、あ、なるほど、シートを倒した状態にするとか。で使ってもらえれば、あ、これです。もうついてる。うん。あとあれですよね。本国だとここにトノカバーも、そう、ここに本当はついてるんですよね。なんで日本でつけないのかなと。日本未だにオプション設定ないですかね。なかったと思うんですよね。ちょっと土調べて差し込んどいてください。差し込んだ。なかったような。はい。あったような。ボンドでも取り扱ってて、売れ筋商品なんですよね。本当にプラスアルファでかなり使い勝手が良くなるっていう、そんなトラックでございます。はい、ちょっとじゃあボンネットを、はい、ちょっとこの音がいいんで、うん、さっき開けたのにもう一回開けるっていう、はい、よくないですか。これいいですね。なんか全部いいですよね、開閉音が、うん、こう閉める音とかも、うん、ちょっと何回も開けたり閉めたりします、はい、そしてエンジンがこちらでございます。はい、350との価格差が、うん、400万円から500万円ぐらいです。そうです。でもうほぼそれの全てっていうわけじゃないですけど、うん、大部分がここに吸い込まれてるわけですよね。そうです、はい、だから外観の違いってあんまり350とかと、うん、オプションチェンジだとなくなっちゃうんですけど、一番メインの違いとしてはこの4リッター、はい、そうです、ターボのエンジンが、はい、これなんか AMGGT 譲りなんですか、エンジン自体が。そうですね、そうです。なのでここはちょっと見るとはカバー外せばいいんですけど、はい、外してみると多分同じみたいな感じしますよ。と、ああ、ない方がかっこいいじゃないですか。でしょ確かにカバーがあった方がぽいですけど確かにゲレンデのエンジンっていう感じですけど、そうないとこれそうっすね、それ系のね、なんか機械エンジン内燃機としてかっこいいじゃないですか、レイアウトがね。これいいですよね。こことこのタービン、そうなんかむき出しでいいんじゃないかと思いますけど、550なんでそんなに割合少ないんでしょうね。正直言うと半端じゃないですか、値段が。安くないし、じゃあ高くて余計いい、高くていいっていうか、それ予算が高い人にとっては、これを買うの、半端にこれを買うなら G63 買った方がいいでしょう。でそこまでお金車に使いたくないなっていう人は G350 になっちゃう。どうしてもこう良くも悪くも中間の立ち位置なんで微妙なんじゃないですかね。なるほど。で車としてはすごくいいですよね。いやすごいいいですよ、ドルト。はい。で350だとどうしてもディーゼルになるんで、そのディーゼルがいい人はもちろんあれなんですけど、はい、ディーゼルのこのメカノイズとか、うん、ちょっとエンジンの特性とかもちょっとこうトルク寄りじゃないですか、はい、だからもっとこう回して乗りたい人とか、そうですね、走りを楽しみたい人だとやっぱり550の方に、いやもう全然部があるのかな。そう、エンジンの特性が全く違う車なんで、違う350と550、車のキャラクターが全然変わってきちゃう。そう、全く変わります。でなんかこれの関係で燃料タンクもちょっと550の方が大きいんですよね。あ、そうなんですか。なんか350だと75リッタータンクが、550になると100リッタータンクになるとかって、まあ燃費が違うんで多分おそらく巡航距離は大して変わらなくなってきちゃうと思うんですけど、そうでもおそらく多分航続距離の問題じゃなくて、350はブルーテック入れなくちゃいけないので、ブルーテックじゃごめんなさい、尿素ですね。そうアドブルーで、アドブルーのタンクが確か今、メルセデス・ベンツって全車共通ではないですけど、確か10リッター前後だったと思うんですよ。だからその空間とかタンクの容量とか考えると、多分15リッター、20リッターぐらい、そう多分圧迫されてるんだと思います。なるほど。で当然、軽油だから燃費いいし、350は。って考えると、まあ、75でも70でも大丈夫なんじゃないですかね、こっちが100だとしても。なるほど、そういうことですね。はい、だと思います。じゃあ続いてトーカー見てみたいと思います。お願いします。はい、これはスモールです。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、平田さん、そうだ、僕いつもこの乗るのが楽しすぎて、解説忘れちゃうんですけど、現行になってこのペダルがすげえ自然になったんですよ。そうなんですよ。なんか普通の車になりました。ですよね。はい。ペダルレイアウトというか、高さも。そこかしこが現代的な車になってるんですよ。確かに。そう。350もブーンって乗り出したことはないんですけど。やっぱり入庫をお預かりする機会も多いんで、改装したりとかっていうのはかなり多いんで、乗らせていただきましたけど、550はちょっと初めてでございます。初めてですか。なんか不思議な感じです。でもなんかこのアクセル踏んだ瞬間とかいろんなところがマフラー入ってるからですかね。なんか63な感じしかしないんですけど本当ですか、はい、V8 だからじゃない。ああ、なるほど、まあマフラー入ってるともあるけど、ドロドロ言ってる感じが、はい、しましょう。開けちゃいました、バルブを。はい、はい、いいな、やっぱり。ちょっとのセンスでアンビエントのカラーはちょっとこの大人の休憩所みたいな土方さんと2人で乗るのにこのカラーにしちゃいましたけど、はい、中はだから本当に先代のデザインをこういろいろ踏襲しつつも、はい、ちょっと本当に新しくなってますよね。そうなんですよ。乗り味ももう全然揺れ方も全然違うので普通にSUV ですね。だからもう言っちゃったら GLE とか、うん、GLS とか、うん、あっちの乗り味になってません、ね、なんかもう普通の SUV というか、うん、いい意味で。ああ、それはね正解であって間違いです。本当ですか？はい。僕そんな感じを感じちゃったんです。感じますか？はい、ハンドル握ってると、はい、やっぱりフレームが違うので揺れ方が違うんですよ。ただ現代的な今までのゲレンデと比べると現代的な SUV になってるんですけど GLE とか GLS あと言ってしまえば他社で言うとレンジローバースポーツとか BMW X5X6 とは全く違います。なるほど。やっぱりラダーの、はい、その通りなんですよ。キャラクターというかそう隠しきれない部分がそうなんですよ。でもそれこそゲレンデのいいところっていうんですかね、味というか、はいこのね、アイドリングストップのスイッチがここにあるのもちょっと好感持てますね。なるほど。今までのメルセデスだとこっちにあったりこっちにあったり車によって若干違ったりして、はいはい、最近ここにそうつくようになりました。統一されつつありますよね。つつあります。で BM なんかはこれ統一してるじゃないですか、はい、だからすごく分かりやすいですよね、迷うことなく。まあとにかく見やすいですよ、メーターもナビも。いや本当ですよ、うんなんかちょっと僕勝手に思うところとしては、はい、350とか550の方がちょっと道具感というか、はい、ありますか。なんか機械感が、うん、だから63ってまたちょっと別のなんか乗り物な感じがしちゃいますけど、この中のこのちょっと質感というか、はい、車の感じとかも、うん、バンパーのデザインとかも確かにね特別感が強すぎちゃいますかね。そうですね。いろんな意味でなんかガンガン乗るならやっぱり550、350で。そうですね。特にディーゼルはやっぱり好き嫌い分かれるところじゃないですか。確かに静かになったといえどもやっぱりねガソリン車よりは当然うるさいので。そうですね、はい、またあとトルクの出方が全然違うじゃないですか。そうですね。まあ最近本当にミッションが進化してきて、はい、こう多段化されて、うん、ディーゼルもめちゃくちゃ良くなりましたけど、はい、やっぱりこうガソリンとは別な感じしますよね、うん、確かにそうですよね。スムーズだよね、はあ、すごく。うわだから、ね、もうこのトルク感でもこう、はい、圧倒的なパワーとは言わないなんていうのかなこういい感じなんですよ。湧き上がる感じの自然なパワーです。自然な感じですね。乱暴な感じじゃないですよ、ね、乱暴な感じは一切ないです。しかしものすごいパワーがあるっていうのは分かりますね。これ何馬力でしたっけ？420馬力ですかね。全然もう十分じゃないですか。いやいやすごいですよね本当に。なんでこれ中途半端ですか？中途半端なんですよ新車だと。本当ですか？うんだからまあでもそっかそう中古車でいい球が出てくれば本当お買い得な車だと思いますね。間違いないですよね。はい今回もこの個体で言うとちょっと小さいというか細かくブラックアウトされているのと、はい、あとは大きいところでは当然アルミホイルマフラーこの2点ですごい金額いっちゃうじゃないですか。いやいや本当ですよね、はい、なのでこれがついてるってこと時点で相当割安感は出てると思います。確かに、はい、63まで求めないガソリン車が欲しい人にはもうわー全然普通です。これ普通になんか音とトルク感が63なんですけどもね本当ですよ。550いいな。なんかちょうど良くないですか？はい、うん、ちょうどいいです。はい、ちょうどいいですっていうかもう僕的にはもうはるかにもうスーパー高級車ですけど、はい、1600ぐらいでしたっけ？そうです。新車で、はい、1700万ぐらいですかね、AMG ラインでね。もうとにかくいやもうこの辺は本当に先代とキャラクターが全く別なんで。はい。もう本当に好き嫌い分かれるところでしょうけど、うん、僕的にはいいですよ、本当に使い勝手いいし、うん、でもこういろいろこうやって乗ってみていると、はい、デザインが行き詰まってるからとか、はい、いろんなこと言う人いると思うんですよ、はい、確かにデザインは行き詰まってると思うんですよ、車の。だからクラシックモデルをそのまま現代的にアレンジしていくとかっていう風な感じのデザインになってくる車も多いじゃないですか、はい、ミニしかりゲレンデそうですし、はい、あとはフィアットチンクとかもうそうじゃないですか。でもやっぱり中身って現代的な車もう最新技術が盛り込まれてるので僕らの理想じゃないですか。そうですね、はい、僕言ってみたらすいません、批判されるのを分かっててあえて言います。空冷ポルシェで中身水冷救急車や確かに中身乗ってみたいんですよ。そういうのも乗ってみたいんですよ。確かにそれ理想ですね。側はちょっとクラシックで、ね、中はこう最新っていう。そうですね、確かにそうすると出かけたいと思った瞬間にエンジンかけて、ね、夏でも冬でも出かけられるじゃないですか。そういう車ってやっぱり理想だったりするので、ゲレンデって僕の中では確かにそうやるとそれに近いかもしれないですね、理想に。そうですよね。側ってもう本当に車あんま詳しくない人が見たら、うん、先代も現行も見分けつかないじゃないですか。そうですね。で中はもうだってこの最新のナビメーター、うん、ACC とかまでついてて、うん、ブラインドもついててもう欲しい快適装備全部ついてるわけじゃないですか。そうですね。だってカメラだとこれアラウンドビューついてるんですよね。ついてますよ。センサーもついてて、はい、でモード切り替えもついてるわけじゃないですか、うん、はい、もう勝手に土方さん運転中に切り替えちゃいましたけど、はい、モードと、はい、スポーツ、うん、これってでも、うん、本当によくネットのそれレビューとかでも書かれてますけど、はい、本当に最初のゲレンデを開発した人は、うん、まさか最終的にこうなるとは夢にも思わなかったでしょうね。いや絶対思ってないですよ。だってそもそもさっきもちょっと話しましたけど、NATO 軍供給のために作って民生化されること時点でえそうなのと思ったと思いますよ。なるほど。一般の人乗るみたいな感じじゃないですか。なんかハマーとかもそういう流れですよね。そうです。ハンビーで、はい、そうですね。その後市販されて、はい、いやでもまさか最初積んでたエンジンの本当に排気量も馬力も何倍のエンジンが投入されて、うん、最終的にこの最先端の電装が投入されて、はい、もう何年ですか。だって70、うん、77年とかでしたっけ、6年だっけ、そのぐらい経つんですよね。ですよね、最初ね。だから30もう5年40年でしたっけ。あ、もっとだ、もっとっすよね。そうだそうだ、ごめんなさい。だから460の時そうですそうです、はい、1970年とか違う？違う75年とかじゃなかったっけ。30、あ、いやいや35年、いやいやいやあれちょっと待って、ものすごく2つなんですよね。とにかくちょっと待ってください、はい、一番スタートが、うん、W460 ですよね。はい、あでも79年だ。あ79年か、はい、で始まったのが77年ですか、設計制作。違ったかな。あ、79年 NATO 軍正式採用。あ、そうですよね。はい、はい、そうすると40年ですか。40年ですね。40年ほぼ形が変わらずに、うわー550買います。はいもう40キロまであっという間ですこれ本当に63じゃないですか63本当だよね、音とかね、うん、なんか63のソフトパッケージみたいな、うん、傲慢の良さをちょっと見直したな、なんか、うん、ドライバーって感じです。はい、はい、行きましょう行きましょう。おっとなんかこう揺れじゃないですか。ええ、63じゃないですか、音がもう、うん、63の音だよ。私ちょっと63の方がドロドロいってますけども、ちょっとそうですね。なんかこのトルク感とかすごいでしょ。なんか嬉しくならないですか550こんなすごいんだっていう。ちょっとなんか、うん、先代感は一番感じる気がしますね。そうでしょ。はい、なんかもう350ってディーゼルのもうあの音と、あとは仙台ディーゼルって結構最後の方だけですよね。そうですよね。あんまりこう馴染みがないというか、仙台って言ったらやっぱり55と63と550と、現行63までいっちゃうとなんかちょっとこう、進化しすぎた感を感じますけど、確かに550本当になんか仙台を一番感じますね。なんかこう乗り味と、なんかその車の動きとか揺れ方とか、なんか GLE とかさっき言った現代的 SUV とちょっと違うでしょ。そうですね。僕なんかもうノーマルを乗ってないんですよ。あ、そっか。そうなんです。もうみんななんか800馬力とかローダーガンとかリフトアップとか。はいはい。これ足はノーマルですもんね。足ノーマルです。インチャップだけですよね。そうです。いいの。しかも550だとあれですね。電子制御の足回りが標準になるんですよ。そうなんですよ。でこれが今コンフォート、スポーツ。なんかこうなんていうのかな、前と後ろのこう動きがこう、違うというか、なんていうのかな、現代の車では味わえない。確かに。はい。先代G クラスをもうちょっとこう乗り心地をソフトにしたような、なんともこう言い難い、もうとにかくもうステアリングとこのペダルが自然になってめちゃめちゃ乗りやすいですよ、やっぱり。そうなんですよ。うわー、いいね、ブリッピングしちゃってちょっといつもながら語彙力がないんでうまく表現できないんですけど、いやでもなんかこうさっきも言ってたようにメーターとステアリングだけ見てると何乗ってるか分かんないぐらいですよ、音と。またこの四角いボンネットがいいっすよ。相変わらずこのウインカーの位置が良くて、左右のこう見切りが、確かにそうだ、狭いところでまああまり苦にならないんですよ。ましてやこれ360カメラなんで、まあぶつかることほぼほぼないでしょうね。ですね。特に背面タイヤって気になるとこじゃないですか。はいはい、そうですね。ですよね。でも先代もそうなんですけど、メルセデスのこのパークセンサーもちゃんとスペアタイヤの出てる分を考えてられますからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なるほど。で、確かにアイコンにもちゃんとスペアタイヤ入ってて、そうレーダーが出てますもんね。でセンサーが一番近い状態になったよっていうところで降りてみていくと、スペアタイヤまだ何センチかっていうところまであったりするので、じゃあその辺ちゃんと折り込み済みで。折り込み済みですね。さすがメルセデスっていう感じです。だからって調子乗って下がりすぎちゃうとぶつかっちゃいますけど、その辺は要注意ですけど、やっぱり乗りやすいですよね、街中でも。いいなぁ。辛口コメントなんかないの？いや、ないです。ないの？いや、意外にちょっと本当に最初の説明の最初の時に63を引き合いに出してすいませんでしたって感じです。やっぱりちょっと別だし。あ、そうだよね。ちょっと何かにつけてちょっとこう63よりバンパーがちょっと寂しいかなとか、フェンダーの出づらがなんて言ってたんですけど、もうそういう問題じゃなかったです。そうですね。僕もラインナップ出た時に G63、G550 の2グレードで出たじゃないですか。で 350D は追加モデルになったんでしばらく出なかったんですよね。なんだよ、半端に G550 とか出すんだったら最初から G350 出せばいいのにななんて思っちゃってすいません。これはでも本当になんかこう中間グレードってやっぱりそれ拭いきれないじゃないですか。そういう感じが多々あるのは。やっぱり63まで求めてなくて、ちょっとディーゼルはちょっとっていう人はもうこれ完璧ですよ。いや、いいと思います。ましてや最近 350D がプレミアム価格で中古車がすごい高騰しちゃってるんですよ。なのでそんな時だからこそ550って狙い目かなと思います。確かに。はい。で、土方さん毎回聞いてるんですけど、この車もし触るとすればというか、もうプラスアルファでなんかいい気がします。そうですか。だってもうホイールも決まってるし、マフラーも入ってるし、でも逆にベースとしてももうすごくよくできてますよね。そうなんですよね。いや、僕はもういっそのことをホイールはこのまま生かしてもいいですけど、こうキャリパーペイントもして、なるほど。なんかエンブレム類、あとベンツマーク黒に塗るとかスモークなんでしたっけ、ペイントにしたりとかしてちょっと黒を強調したいなと思って、あとはちょっと面倒くさいですけどここが僕個人的に嫌いなんですよ。え、なんでですか？樹脂感が強いんで、なんでそこだけでもなんかもうちょっと艶のある黒にしたいな、そこだけ。別にドアミラーはいいんですけど、なるほど、っていう細かいこだわり、こういうところが、あー、なるほど。ちょっとね、良くも悪くもすごく黒いボディに目立っちゃうので、僕は外すか黒く塗るかが好きです。もう一歩ちょっとカスタムを進めてもう一歩だけ、はいはい、進めてみてもいいかな。そうですね、まあいろいろご相談いただければ本当に何でもできますので、はい、お気軽にご相談ください。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりメルセデスベンツ G550 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。